食品、景品、戻る、進む、更新、地域限定、限定。二十円引きだよ。二十円引きだよ。三十円も安くなるよ。やったー五十円引き前売り券。七百円くじ。ツイート。詳しくはこちら。開催中。 明日から新着お知らせリロードフェア開催中です今週開催今日からだよ今日まで来週以降予約受付中要チェックチョコを買ってきてイェーイガガウこれいいね管理者からのお知らせですランダムチューブデザートキャンペーン おにぎり100円。セットでお得。クーポンゲットにっこりお得。食べ物に関する情報だよ。キラッバックバック次行くよみんなに知らせよもっと、知りたいかも。美味しそう何食べよっかなグッズをゲットしよう戻るどこへここでした明日からだよ。出待ちしちゃう どんな情報があるかなこれは気になるこ、これは <laughs> これ食べたいなぁ。1、2、1、2。あ、間違えた。でへこれ、ヤバス。 エンタングルこれ食べたいなシュークリーム。新しい発見。コンビニ情報プラス。いらっしゃいませ。おはようございます。唐揚げナンバーワン。揚げたてです。レシートはよろしいですか温めますかお箸とフォーク、どちらにしますかホットな情報、10%増量中です。 ランチタイム。こんにちは。ありがとうございました。ラララララン、ララララ,ラン。ティルリン、ティルリン。あ、間違えちゃった。先に失礼しまーす。こん,んこんばんは。こんばんは。こんばんは。 コンビニ情報アプリが送るミュージックホットライン本日は DJ 私がお送りいたしますさてさて本日最初の質問はこちら私って誰ですかうーん気になっちゃいました気になる答えは超レアボイスにてコンビニ情報プラスへようこそ おはようございます <laughs> 朝はそんなに得意じゃないんですね昨日の疲れは取れましたか今日も一日頑張ってください今日はどこかへお出かけですかあお久しぶりですねお箸とフォーク両方入れておきましたこれ美味しいんですよ これ、美味しいんですよえ、美味しいんですよこれ、美味しいんですよえ、美味しいんですよあこれ美味しいですよねいつもありがとうございます。こんにちは。今日はパスタですかランチタイムです。この商品おすすめです。 また来てくださったんですね。いつもお会いしますね。お近くなんですか犬のお散歩ですか私も犬大好きなんです。チョコお好きなんですね。私もなんです。お仕事お疲れ様です。夢で会いましょう。なんちゃって。今日は徹夜ですかあ、もうこんな時間。今日の放課後、コンビニの裏で待っててくれる 伝えたいことがあるのこんにちは DJ 私ですコンビニ情報セレクト本日のおすすめ商品は味噌がたっぷり味噌かつジュースわずかな勇気であなたもとりコンビニ情報プラスコンビニ情報プラスさあ 一日が始まるよ。今日も一日元気に行こうおはよう急がないと遅刻するよ先行くよ <laughs> ま待ったごめんお箸入れ忘れちゃったコンビニ行こうよランチタイムだよ 今日は何弁当にする今日は何弁当にするねえ今日はパスタにしないデザートは何にするねえねえ帰りにコンビニ寄ってかないお疲れお帰り夜食を買いにコンビニ行こうおやすみうわ鯖味噌味あっさ味噌味 夜更かしは体に良くないぞ。夜更かしは体に良く,くないぞ。わけがわからないよ。夜更かしは体に良くないぞ。今からコンビニわけがわからないよ。少しでも寝といた方がいいよ。まったねー。ま 私あなたのことが本日はコンビニネームとあるイカロスさんからのお便りです DJ わたくしさんこんにちはこんにちは味噌カツジュース飲みましたやばいっすおー、どうやばいのか気になるところっすコンビニ情報アプリが送る「ミュージックホットライン」続いての質問はコンビニネーム 不幸中の幸いさんから頂きました。DJ わたくしさんは味噌カツジュース飲みましたかああ、話題のあれですね。気になります気になるあなたは超レアボイスで確認してみてね。コンビニ情報アプリ。また会えたね。おはよう。目が覚めた いってらっしゃい。忘れ物、ない気をつけてね。ねえねえ、今日はどこのコンビニ行くランチはどうするパンにするそれとも、ご飯にする今日は、パスタが食べたいな。ミニね、待ってるね。午後からも、頑張ってね。 昼寝して寝坊したらダメだよ。あと半日。ファイトデザートが食べたい。チョコが食べたい。ョコが食べたい。お待たせ。コンビニ寄ってから帰りたいな。お疲れ様。お帰りなさい。ねえ、コンビニ行こうよ。花火したい。 飲みすぎはダメだよ。これ、マイ箸あなたにあげる。時間が経つのって早いね。夜は甘いもの控えてね。太っちゃうよ。おやすみなさい。はぁ、眠たくなってきちゃった。いい夢見てね。いい夢見てね。お、や、す。 今からコンビニ行くの気をつけてね。もっと、会いたいな。うーん。まだ起きてたのおやすみ。また明日。あ、じゃなくて今日だね。こんな時間に会えるなんて。バイバイ。 私あなたのことが好きザッサンさんからリクエストをいただきましたこのザッサンさん結構な無茶ぶりですそれでは聞いてください DJ 私で Who am I わたくしの名前はあああああ、ま、たえたね おはよう。目覚めたいってらっしゃい。忘れ物、ない気をつけてね。ねえ、今日はどのコンビニ行くランチはどうするパンにするそれともご飯にするあ、今、ダイエット中だっけうん。今日はパスタが食べたいな。午後からも、頑張ってね。 ここからも頑張ってね。昼寝して寝坊したらダメだよ。あと半日ファイトデザートが食べたい。おこが食べたい。コンビニ寄ってから帰りたいな。コンビニで待ってるね。お待たせ りなさいよしコンビニ行こう花火したいね飲みすぎはダメだよ夜は甘いもの控えてね時間が経つのって早いねわあ眠たくなってきちゃったおやすみなさいえ今からコンビニ行くの 一緒に行こうかああ、いや、す、うーん。おやすみ、また明日。ああ、じゃなくて今日だね。うんまだ起きてたのこんな時間に会えるなんて。バイ。 バイ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 一緒にコンビニ行ってほしいにゃそうだコンビニ行こうコンビニ大好きもうお菓子ばっかり食べてる今すぐコンビニ行かないと逮捕しちゃうぞまた 甘いものばかり食べて、病気になりますよ。お兄ちゃん、アイスが食べたいな。あなたと一緒に、コンビニ行きたいな。あなたと一緒に、コンビニ行きたいな。嬉しい。また会えたね。初めて来てみましたが、コンビニって、 楽しいですわね。お帰りなさいませ、ご主人様。節電営業中ビリビリさあ、みんなで節電よビリビリビリご飯にしますかそれとも、お風呂にしますかほんと、退屈しないわね。このコンビニは。 ご飯にしますかそれとも、お風呂にしますかごめんね。お釣り、気づいてあげられなくて。みなさん、こんにちは。リーゼーわたくし。 こと佐藤里奈ですいやーなんだか面白い感じでお送りしてまいりましたけれども私でしたえー、っとですね味噌かつジュースなるものを、えー、番組中で飲んだり飲まなかったりしているわけなんですけれども私は飲んだことはないですね皆さんはありますかっていうかあるんでしょうかねなんかねあのー、私ラジオでみたらし団子にお酢を入れたジュースを作ったことがあったんですけどそれと同じ系統な感じがしませんか ねえ、味噌カツジュースって。意外と美味しいのかもしれないですね。どうでしょうね。飲みたいか飲みたくないかは、まあ皆さんのご想像にお任せしたいと思います。いやー、歌ったりですね、えー、自由にやらさせていただきまして、非常に楽しかったです。えー、コンビニ情報がいろいろとゲットできるということなので、皆さんも えー、上手に使って、えー、お得な情報をゲットしていただければなと思います。私も、えー、使ってみようと思っています。24時間空いてるから、ほんと便利ですよね。コンビニ行ってありがたいことでございます。えー、では、これからも、えー、このアプリ、えー、使って楽しんでください。以上、佐藤里奈がお送りしました。バイバイ。